ザビックスはアレクセイ・ウラジシェフによって作られたネットワーク管理ソフトウェアである。様々なネットワークサービス、サーバー、その他のネットワークハードウェアのステータスを監視、追跡できる。現在はウラジシェフが設立したザビックス社によって開発が継続されている。ザビックスはデータ格納のためマスクル、ポストグレスクル、SQLite、オラクルや IBM DB2 を利用する。バックエンドは C 言語で、Web フロントエンドは PHP で書かれている。ザビックスにはいくつかの監視方法がある。シンプルチェックは、監視対象にソフトウェアをインストールする必要なく、SMTP や HTTP などの標準サービスで、可用性と応答性の確認をすることが可能。ザビックスエージェントを UNIX、Windows 等の監視対象にインストールすれば CPU ロード、ネットワーク使用率、ディスク容量などのようなステータスの監視も可能。ザ a ッ i x は監視対象にエージェントのインストールを行わずに SNMP、SN TCP、イコーンと経由、IPMI、SSH、Telnet を利用した監視もサポートしている。また、ザビックスは XMPP を含む 様々なリアルタイム通知メカニズムを有している。ザビックスのライセンスは GNU General Public License バージョン2である。ザビックス3.00ダッシュボードザビックスは複数の独立したモジュールで構成されている。サーバー、エージェント及びプロキシは C 言語で書かれており、フロントエンドは PHP と JavaScript で実装されている。 最初の安定版が1.0としてリリースされて以来、ザビックスのバージョンは、マイナーバージョンの番号のみが上がっていっている。しかし実際は前、マイナーバージョンアップにて、多くの新機能が実装されており、リビジョンアップでは、主に、バグフィックスが行われている。ザビックスのバージョン裁判方法は変更された。はじめのに安定バージョンは1.0と1.1、だったが、 1.1以降は、奇数番号を開発バージョン、偶数番号を安定バージョン用にすることが決まった。その結果、1.1の後、1.3が1.4の開発版リリースとなった。1998年、ザビックスは、アレクセイ・ブラデシェーブによって、ある銀行の社内プロジェクトとして開発された。2001年、GPL の元一般に公開された。2004年、 最初の安定版バージョン1.0がリリースされた。2006年、バージョン1.1がリリースされ、2007年に1.4、2008年に1.6、2009年には1.8がリリースされた。2012年、初の長期サポート版である2 0ル t s がリリースされた。2016年には3 0ル t s 2018年には4 0ル t s 2020年には5.0リットル TS がリリースされている。ありがとうございます。